はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト9 2021続きやっていきましょう。2006年12月の4週から難易度スペシャル、引き継ぎありでやってます。さあ、2006年も終わりですね。ザ・パルモンジュ。これで引退かもしれないです。そして、キングクラシック。はい、能力こんな感じ。で、ステイヤー。これもちょっとわかんないですね、まだね。ただここでわかりますね。はい。で、大物キング。ここ激突と。はい。じゃあ行きましょう。さあ、キングクラシック。ケイキングライダン？誰なん？ラモーンとグラスワンダー？負けてないか？無敗か？マジこれ。結構強そうやね。はい、とりあえず大事ですね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ、ケイキング来てる。残り200メートル、一気にクラシック負ける感じ。これキングクラシック先頭、ケイキングライダー、キングクラシック。最後来ましたね。キングクラシック体勢優位。いや、ただクラシックスピードエスプラでもう海外勝ってるんですよ。かなりレベル高いんですが、それでこんな感じ。めちゃくちゃ強いのいましたね。ケイキングライダーで、大物キング、キングステイヤー。いやー、これ危なかったっすね。さあ、そしてザ・パールモンジュは1番人気で、ディープインパクトが2番人気とダイジェスト。4コーナーをカーブして、どうだ。ディープインパクト早いね。ザパールモンジュも来てるんですけどね。天皇賞秋ジャパンカップ、そして有馬記念、全て2着。今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇。はい、ディープインパクト素晴らしい。牧場で働きたいって出てましたね。ちょっとチラッとしかね、見えなかったんですが。表彰式いきます。はい、国内はね、ほとんど走ってないので、キングフール、そして光芝、あとはキングクラシックスね。フール、ザ・パルモンジュ、そしてバーバラと。ディープインパクト。おお、さすがにね。お、三冠ステイ入ってます。なかなか強かったですよね、三冠ステイはね。絶好調でしたね。ハリケーンランか。ハリケーンランめちゃくちゃ強かった。さあ、手続き行きましょう。ザッパールモンジュまだ行ける。まだ行く。キングユーヒとかどうしますかね。そんなもうでかいとこ狙えないじゃないですか、これ。覚醒っつっても。どうすっかな。じっくり使っていけばっていう感じなんですが、大物印なし。これもね、正直厳しいっすよね。スピードそんなないよね。これも厳しいっすね。三冠ステイヤまだ使います。ザ・パールモンジュもう1年いきますか。ちょっと凱旋門走ってって感じでね、行きましょうか。繁殖牝馬使いたいっていうのもあるんですけどね。もう準備はできてるので。ただもう一年、ちょっと行きたいなと思います。ローゼンクロイツ、引退しようかな。
ちょっと厳しいね。バラ一族。まあ引退してもいいんすけどね。引退しようかな。ちょっと減らしたいなと思います。で、大物印たちも引退します。夕日も引退しよう。ちょっとサクサク進めたいので、はい、ちょっと削りたいなと思います。コメンテーターはもう1年、もう2年くらい行きたいなと思います。はい、一刀文珠。一刀文珠も良かったよね。で、アーテミサ。これも良かった。まあ、でかいとこもね、取れましたし。はい。で、エパタンテ。フランス3冠、取ってます。プリークネスとベルモント、取ってます。惜しかったですね。ワンダーシュー、あ、これはローゼンクロイツかな。繁殖牝馬が、また結構入ってきましたね。しかも、レベル高いっすよ。これも使います。一刀文珠。で、アーテミサ。これも使います。こっちで。あ、ウィザーリットもね、結構いいんすよね、これ。で、フール。フールもね、悪くないよね。で、夕日。あ、マリア万世ね。まあ、これもいいっすよね。いや、結構レベル高いな。繁殖牝馬のレベルグッと上がりますね。エパタンテ。エパタンテ面白かったな。大物スーパー、大物鈴鹿、大物クラシック、そしてキング夕日、キングワンダー。うーわ、これまたきついっすね。パンパンっすね、マジで。とりあえず今年入ってきたのやつちょっと確認しよう。入ってくるやつをね。あ、ボストン。ボストン結構強かったやろ。ボストン強いっすよね、これ。これちょっと残そうかな。いいね。ケイキングサミテ。サミテ。あ、まあでもこれもぼちぼちやね。ダンスインザムードか。ダンスインザムード残したいな。クラブで残したい。ただこれ結構削んないとダメなんですよね。で、アーテミサ残します。で、一刀文珠、まあこれね、3冠取ってます。セブン、あー、これも適正。あー、これもでも使いたいね、クラブで。で、フールか。まあ、フール売却でもいいかな。夕日。夕日も売却でもいいかな。ウィザリットか。ウィザリット、まあ、残したいけどね。フール。ウィザリット、適正もいいんですよね。マリア万世は残す。ステイヤ売るか。大物か。ああ、賢くはない。けどまあスピード A か。まあレベル高いですね。で、1700から3000。距離適正。
ダートね。どうすかな。足毛ちょっと、キープしたいよね。だそうなると結構売らないといけないですよ。じゃあちょっとこっから、見ていきたいなと思います。三冠ステイヤー、メジロゼファー。まあ、どっちも今いいっすよ、これ。メジロゼファーは、スピードエスプラ。これもうちょっと使いたいんですよね。メジロ三冠は。売りたくねえな。大物エール売る？まあ、足毛新しく入ってきたので、ちょっと大物エール売るか。キングイット。キングイットも良かったよね、これ。キングイット売る？キングイット売りますか？売りたくないけどね。マリア芝か。マリア芝。マリア芝か。まあ、売ってもいいっすけどね。マリア芝。スカレシア。テスコどちらでも透明ダート。タキオン。タキオンか。タキオンいますか。で、キネマ残す。ダンスパート残す。ロゼカラ残す。ラモーヌマン、始まりダート。始まりダート売ってもいいけどね。始まりダート売ろうか。ラモーヌマン残す。で、ロジータ覚醒は残すかな。キング最速。まあ、これは残したいね。シークエンスのパール残します。光ダート。あと5頭っすよね。きついな。売りたくないな。ラモーヌスーパー。透明どちらでも。キングレインボー。ダート、三冠どちらでも。アラナス。ラモーヌは。ケイキングポポ。ああ、サンガか。サンガ売るか。で、ボストンは今年入ってきて、トリプルマリア売りたくない。ローズバード売りたくない。流星、光。ああ、ビリーブル？まあ、売りたくないんですけどね。まあ、ビリーブ売却すっか。で、マルガイキャット売却しよう。ラモーヌ最速、アクトレス、光再び。サミテか。サミテ売ろうか。チャーム、最速。アジアミティア売る？これで大丈夫やね。じゃあちょっとこうしたいなと思います。さあ、あとは、クラブに渡すやつを考える。いやー、これこっちかな。マリア万世。ウィザリとクラブにすっか。一等文字はまあこっちにしよう。アーテミサ。アーテミサか。覚醒クラシック。覚醒クラシッククラブでアーテミサもクラブにしようかな。あとは、ロゼカラー。メジロ三冠、マリア芝。あ、マリア芝、クラブにします。スカレシア。スカレシアクラブで。じゃあこれで。こっちも結構溢れてますね。東海帝王か。では、ミホノブルボン、ビオハイヒデ。
キング始まり。あとはローレラ残す。ピルサドスキー残す。ピルサドスキー売るか。あと、まあ、ビワイージでいいっすかね。そして、こっちから回す。まあ、ここは適当に、デュランダル。で、ローゼンクロイツ。光芝、まあ、光芝でいいんじゃない。はい。まあ、こんな感じで。OK。はい、機種はこんな感じ。ああ、引退か。よし、まずはクラブから確認したいなと思います。まあ、サクサクっとね。来ました、芝中距離超大物。まあ超大物はキープでいきます。あーでもこれもいいじゃん。覚醒でカッパギ20丸、ミカも20丸で牝馬、これ熱いね。ちょっとこれは超大物じゃないですが残します。ちょっとじっくり使っていきたいですよね。来た。シーキューザパール。で、モンジュ。遅めでカッパギ印なし。スピードはないけどって感じだね、多分。まあ、一応キープで。来た。最速。まあ、印なしね、これも。まあ、スピードは怪しいんですけどね。まあ、一応残すって感じで。ああ、これいいね。スノーゴアか。まあ、これ期待できるんですよね。芝ダートクラシックか。で、覚醒で、カッパギミカ、20丸。いや、これはキープっすね。いや、クラブ結構熱いな。ね、なかなかいいっすよね。はい、ザルカはもちろんね。まあ、キープで。さあ、ここから。芝、クラシック、大物。いやー、バラ一族っすからね。これ、まあ、残してもいいんですけどね。ただ、ちょっと多すぎるよね。絞らないと。これが丸貝ですね。スーパー光。アラナス。芝中距離。大物。早めでカッパギ20丸。まあこれとかもね、結構いいかもしれないですけどね。レインボー。芝クラシック超大物。これは使いたいですね。あの、海外持ってきたいです。ダート中距離超大物か。ただカッパギの印がなし。芝クラシック超大物。足毛ですね。ダートマイル大物。これはね、キープで。バラ一族。芝中距離。で、大物。ミカ、マルカ。まあでも、これは残したいっすね。で、俺が一番期待してる。早熟か。
ただマイルやね。オッケー。父を超えてっていう感じで行きましょう。はい、ちょっと多いんですが、今回こんな感じで行きたいなと思います。はい、設定終わりました。クイーン、クイーンかキングがついてるやつが超大物です。だこの大物クイーンとか、まあ、キングイージー、キングガリレオ、あとはクイーン最速で、キングザパール、あとはキングですかね、今回超物は。はい、じゃあ行きましょう。まあ結構期待できそうっすよね。楽しみっすね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ラモーヌモンジュ、そしてキングゴア、ライダン強かったね。さあ、いろいろもらって。ライダン。こいつか。1400から2300。ちょっと印つけますか。ここは超大物じゃない。超大物は、クイーン最速、キング。で、大物クイーン、キングイージー、キングザパール、キングガリレオ。ですね。はい。今の超大物はこんな感じです。まあ、結構いますかね。若いね。コバがいなくなりましたね。まあ、楽しみですね。はい、行きましょう。さあ、ラモーヌモンジュ。3着いけてないね。キングゴア、マジ人気ないやん。ああ、そうでしたね。まだ騎手が、あれだったね。OK、勝ちました。とりあえず、絆レベル上げた方がいいですね。カードジョッキーしてましたっけ、主戦。キングワン。金か。虹が2枚ないっすね。まあ、とりあえず金5枚のやつなんか買いますか。ちょ、まあ見てからやね。ああ、いいのおるじゃん。シーザースターズはいいっすよね。ブラックキャビアも最高っすね。でも前、所有したので。ああ、虹2枚持ってたら買いたかったっすね。ただ3歳で引退しないといけないんですよ。あ、でもいい乗るね。そういうシンクとかでもいいね。あ、ハービンジャーもいいね。あ、結構いいね、金5枚も。どうすっかな。まあ、金5枚で、最初にさ、そういうシング、これ目に入ってきたので、そういうシングか。いや、金5枚どうする？使う？そういうシング買うか。いや、買います。はい。まあ、とりあえずここは確認しつつ行きたいか。大物キング、まあ、どっかこれ勝たないとっすね。あとはキングステイヤーもうどっか勝たないとっすね。
2300から3000。いや、結構きついっすね。2300か。結構きついね、2300は。まあ、キングワンダーと一緒に仲良く走るか。そして早め。2300、きついな。ちょっときついっすよね。あとはゼファー。ゼファー、そうやね、取って海外行こう。ゼファーは2月、まあ2月まで飛ばしてもいいね。有効深める使います。有効深めたい。キングゴアか。あー、オッケー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 ね。じゃあ2月の4週までちょっと飛ばしますかね。印つけてから。あ、結構おるんじゃない今回。あ、これもいいですからね。カッパギの印はついてないんですが。さあ、どれを鍛えるか。まあ、とりあえず目白三冠1個使っとこうか。まあ、使ってバラ一族。使ってこれで絆 OK で、2月の4週まで進めたいなと思います。はい、一気にいきます。ラモーヌ・モンジュ、そしてキング・ゴア・コメンテーター、フェブラリステックス。OK。真冬の熱い戦い、G1 ホース。ノブシ。ビクトリー・ロード。遅れてきた大物。まあ勝てると思うんですけどね。どうですかね。ザッパールモンジュが勝ったか。まあとりあえず登録は、はい、こんな感じになってます。じゃあ三冠ステアね。これはザッパールモンジュはこんな感じで、また凱旋も行くって感じですかね。で、三冠ステア、ちょっと能力確認しつついきますか。まずザッパールモンジュで、三冠ステア、キングクラシック、キングワン、まあでも結構良さそうっすよね。で、アラナス。アラナス、やっぱりな。ちょっとね、スピード足りない感じだったんですよ。そうか、スピード A か。で、ワンダ。はい、ワンダね。で、キング5は、ステイヤー。大物キング。大物キング。
2100、2800。どうすかな。まあこうでいいかな。あとは、コメンテーター、ここちょっと投資使って、あ、ヒーコンかける持ちでしたね。ちょっと厳しいかもしれないですね。ラモーヌ・モンジュ厳しいじゃん、調子。スウェインも一周。スウェインどうすかな。覚醒。はい、じゃあこれでオッケーですかね。じゃあちょっと次さ、ちょっと飛ばそうよ。3月のゼファー、違う、ゼファーが、ゼファーもったいない。ゼファーちょっと海外行った方がいいですね。これすぐ海外行った方がいい。どこで使うか。まあこう行くか。でフランスも行って。キングクラシックか。そうか。そうでした。いいや、じゃあゼファーは非根幹距離持ちっすよね。とりあえず2100走って、ちょっと焦らず行こう。さらにちょっともう一戦くらい使って、はい、ちょっと様子見たいなと思います。こんな感じでゼファー OK。じゃあちょっと進めたいなと思います。3月。まあ5週くらいかな。行こうかな。はい、3月5週まで進めます。三冠ステイヤー、キングゴア勝ってましたね。そうやね、まあとりあえず走る、まあこれでいいか。で三冠ステイヤーも勝ってたと。三冠ステイヤー、安定してますよね。で、キングワンダー。ここ一周休んでもいいね。キングワンダーは。まあ、ダービー行って、でまあいつも通りですね、神戸新聞杯からの菊花賞行きたいなと思います。まあ海外とか行ってもいいんですが、ちょっとこれでいきます。いや11にしよう。で菊花賞と、とりあえずこれで OK。
で、クラシコッケで、大物キングは勝ってくれたので、まあ海外ですね。こいつは海外持っていきたいです。2100か。じゃあちょっとぶつけるか。ゼファー、アラナスと同じいきますか。そして2100ちょっと走って、まあこの後、まあ、休んでまた考えるって感じで。で、5は1800から2700。まあ一周休んで、まあこの王道プランですかね。はい、これでいきたいなと思います。で、キングステイヤー、いやステイヤーなんと見えないですねこれ。サツキマイナス300、ちょっとやめるか。マイナス300はちょっとこうやめます。ちょっと勝ちやすいところ狙いに行こう。とりあえず、まあ、オークスだけいっとくか。はい、まあとりあえずこんな感じでいきたいなと思います。キングステアこれで OK。 あとはコメンテーター、あ、結構いい時間来てますね。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。